三木谷博士は、日本の実業家、事前活動家、楽天グループ株式会社の創業者であり、代表取締役会長兼社長、兵庫県神戸市出身、新経済連盟代表理事、プロ野球、東北楽天ゴールデンイーグルス、会長研究団オーナー、J リーグビッセル神戸会長、日本プロ野球オーナー会議議長、東京フィルハーモニー交響楽団理事長、 東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会顧問等も務める。身長181センチメートル。兵庫県神戸市出身。一橋大学小学部卒業。ハーバード大学経営大学院修了。一橋大では、金融論が専門の花輪都市や教授のゼミナールに所属した。卒業論文は、企業の資金調達と資本の最適構成。 卒業後、日本工業銀行に入校。1993年に、ハーバード大で MBA を取得して帰国。1995年に、工銀を退社し、楽天を創業し会長に就任した。父は、日本金融学会会長も務めた、三木谷良一神戸大学名誉教授。内祖母の先祖に、徳川家康側近徳川四天皇の一人である、本田忠勝がおり、 山崎藩主を務めた、本田忠明は高祖父にあたると、NHK の番組で紹介された。さらに登園関係をたどると、外祖父のいとこに、ミノルタカメラ創業者、田島和夫がいる。楽天ビッセル神戸取締役副会長で、兵庫県サッカー協会会長の三木谷健一は2位。現在、旧小島幼稚園の跡地に居宅を構えている。2008年には、 ホーブス氏の日本人富豪をランキング8位にランクイン38億ドル保有していると報じられ2009年には36億ドルで7位にランクイン2010年には47億ドルで6位にランクイン2011年には56億ドルで5位にランクイン2015年には68億ドルで3位にランクイン2011年東日本大震災に際し 個人として10億円強の寄付を行い、会社からも3億円の寄付を行った。2014年にはフォーブスで、アジアの事前事業家として、日本人では3人、福武総一郎、花沢菊子と共に選ばれた。2015年、京都大学 IPS 細胞研究所の基金に、セールスフォースドットコム創業者のマーク・ベニオフと共に、それぞれ2億5000万円、計5億円を寄付。 2016年の熊本地震では3000万円を寄付し、楽天グループからも3000万円相当を拠出した。2020年には、新型コロナウイルス感染症の世界的流行を受け、京里神戸市が設立した神戸医療者応援ファンドに1億円を寄付し、代理として神戸市役所を訪れた三木谷の母親に対して感謝状が授与された。また、大阪府に対しては、 個人所有のザ・パークフロントホテルアットユニバーサル、スタジオジャパンを感染者受け入れ施設として、無償提供した。2021年、9000万円を寄付し、フルブライトプログラムに参加した、日本人支援のためのフルブライト、三タに記念奨学金を設立し、ジョセフ・ヤング中日アメリカ合衆国大使館臨時、代理大使と共に発表を行った。 1965年3月11日、神戸市で生まれる。6歳まで、神戸市タルミ区にあった神戸商科大学職員住宅に居住した。7歳の時に、父がイエール大学研究院に就任したため家族で渡米へ、アメリカで2年余り過ごした後、帰国しアメリカ合衆国の小学校から、明石市立松が岡小学校へ転入。1977年、 岡山県の岡山城寮中学校に入学、実家から離れ寮生活を送った。その後、スパルタ教育のためのイローゼにかかり、2年生の6月に退学。実家に戻り近所の赤市市立朝霧中学校へと転校した。三木谷は後に、この経験をバネにして奮起したと10回している。1980年、赤市立朝霧中学校を卒業。 兵庫県立若市高等学校入学。高校時代はテニスのジュニア、関西ベスト16。学校法人予備校神戸セミナー経営者であった村上雄造の英語塾に在籍。1983年に兵庫県立若市高等学校卒業。卒業後は1年間の浪人生活を送った。1984年、一橋大学小学部入学。 花は年屋ゼミナール所属、単育会テニス部首相。テニス部の一年先輩に、漫画家の吉住渡る一年後輩に、元インデックス社長の小川義美がいる。大学同期の小野西市内閣広報官とも親しい。2018年に提携を結んだ、ウォルマートの日本法人 CEO 上、柿内武氏は、大学の一年先輩。1988年、 一橋大学小学部を卒業し、当時の日本工業銀行に入校。名古屋支店を経て、本店外国交わ部配属。同期入校の石原博士高とは、今でも親友にあたる。楽天 CFO を務めた、高山県全日本柔道連盟事務局長も、同期入校。銀行でもテニス部に所属し、銀行対抗戦では後に、頭取りになった黒沢洋とダブルスを組んだ。 1991年、銀行の一年後輩と結婚。同期で初めてハーバード大学に留学。台米生活で企業家への夢が芽生えた。1993年には MBA 取得。企業金融開発部で国際的な M&A の圧戦を担当し、孫正義、増田宗明などが顧客であった。1995年1月17日、阪神。 淡路大震災で故郷の神戸が、瓦礫の山と化し、敬愛していたおじおばを失ったことが人生観に大きな影響を与えた。間もなく、企業を決意。11月、日本工業銀行を退職、コンサルティング会社のクリムゾングループを設立。経代引率の新卒者だった、本城新之助と二人だけの企業であった。1996年2月、 株式会社クリムゾングループ代表取締役社長。1997年2月7日、クリムゾングループで稼いだ6000万円を元手に、株式会社 MDM を設立。2002年、アメリカの経済誌、フォーチュン誌の若手富豪ランキング6位に選ばれる。この当時から3000億円近い資産を有していた。5月、株式会社ネクスト取締役。6月26日。 カルチワ・コンビニエンス・クラブ取締役。8月、楽天トラベル株式会社代表取締役。2003年、神戸に社会貢献したいと発足当時から赤字が続く J リーグ・ビッセル神戸をクリムゾングループを通じて買収し、プロスポーツチームのオーナーとなった DLJ ディレクト SFG 証券会長。10月、マイトリップネット株式会社会長。 2004年、日本イノベーター大賞受賞。1月、株式会社クリムゾンフットボールクラブ代表取締役。9月、株式会社アオゾラカード代表取締役会長。ライブドアに続いて、プロ野球への新規参入を意思表明する。株式会社、楽天野球団を設立し、本拠地を仙台市に置くことを決める。11月2日、 プロ野球オーナー会議の最終審査で、ライブドアとの競争に勝ち、楽天野球団の参入が正式承認され、プロ野球球団のオーナーとなった。プロ野球と J リーグのオーナーを務めたのは三木谷が、初である。2005年6月、国内審判株式会社会長。10月、経済産業省産業構造審議会省務、情報政策基本問題省委員会委員。 11月、東京オリンピック基本構想懇談会委員。2006年3月、楽天ブックス会長。4月、株式会社クリムゾンフットボールクラブ代表取締役会長。9月、楽天証券ホールディングス株式会社会長。2007年8月10日、楽天が参加に収めることとなった、フュージョンコミュニケーションズ代表取締役。 社長兼執行責任者に就任した。11月1日、フュージョンコミュニケーションズ代表取締役会長となる。2008年、ホーブス氏の日本人富豪ランキング8位にランクイン38億ドル保有していると報じられた。1月1日付で、球団オーナー職を退き、株式会社、楽天野球団代表取締役会長に就任した。 ビッセル神戸のオーナーは継続している。6月25日、楽天 KC 取締役。9月29日、e バンク銀行株式会社取締役会長に就任する。2009年、フォーブス氏の日本人富豪ランキングの内にランクイン、36億ドル、保有していると報じられた。2月、厚生労働省医薬品新販売制度の 円滑志向に関する検討会委員。財団法人東京フィルハーモニー公共学団の理事に就任。10月15日、日本ソムリエ協会からソムリエドヌールの認定を受ける。2010年、フォーブス氏の日本人富豪ランキング6位にランクイン47億ドル保有していると報じられた。1月21日、ビットワレット株式会社代表取締役社長就任。 2月、一般社団法人 E ビジネス推進連合会会長。7月、企業家大賞受賞。8月、ビットワレット株式会社代表取締役会長に就任する。2011年3月、東日本大震災発生時、三木谷自身が、阪神、淡路大震災の影響を受けた経緯から推定10億円もの義援金を寄付したと報じられた。 6月、日本経団連を脱退。10月、財団法人東京フィルハーモニー、公共学団理事長。2012年、ハーバード大学経営大学院卒業生、功績賞受賞。1月、小星社取締役に就任。6月、一般社団法人新経済連盟代表理事。7月、公益社団法人経済同友会。 教育改革による国際競争力強化プロジェクトチーム委員長8月1日付で東北楽天ゴールデンイーグルス球団代表取締役会長から代表取締役会長兼オーナーへ再就任2013年1月内閣日本経済再生本部産業競争力会議メンバー2014年ホーブスでアジアの事前事業家として日本人では3人 福武総一郎、花沢菊公と共に選ばれる。1月、フランス共和国外務省で、鈴木洋一中仏大使らが列席する、中ローラン・ファビウス外務大臣より、レジオンドヌール勲章シュバりエを受けた。2月、文部科学省英語教育のあり方に関する、有識者会議員。6月、公益財団法人東京オリンピックパラリンピック、競技大会組織委員会顧問。 12月、経済界大賞受賞。2015年3月、リフト、インク、ディレクター。2016年8月、アスペリアンセラピューティックス、インク、チェアマンディレクター。2017年2月、アスペリアンセラピューティックス、インク、取締役会長。9月、ジェネシスヘルスケア取締役。11月、アンディルクセンブルク大公より、メリット勲章を受けた。 2018年1月、楽天モバイルネットワーク代表取締役会長。6月、根珠法賞受賞。11月、楽天アスペリアン、インク、チェアマン &CEO2019 年、日本プロ野球オーナー会議議長。11月、ベストドレッサー賞受賞。2020年1月、楽天モバイル代表取締役、会長兼 CEO。千二十一年九月、 デジタル庁デジタル社会構想会議委員。文部科学省の英語教育のあり方に関する有識者会議で委員を務め、大学入学共通テストでの民間試験の利用を強く主張し、後に制度化された。楽天が東京放送を実質的に買収しようとした問題について、三木谷はあくまでも株式会話を進め、自身の TBS 役員就任を求める姿勢を、 崩していなかった。すでにプロ野球団を保有している楽天が TBS を実質買収した場合、TBS がオーナーとなっている横浜ベイスターズをどうするかという問題が生じるが、三木谷はその場合は TBS に横浜球団を売却させるという姿勢を示していた。結局は東京放送が買収不可能な放送持ち株会社に移行したために楽天は 反対株主の株式買取請求権を行使して、全株式を売却することで決着している。ありがとうございます。